昨日のアニメの必殺技がさ、めっちゃかっこよくてさ、もうこんな感じで。ちょっとヒロ、道で遊んでたら危ないよ。大丈夫だって、ここ通学路だし、この時間は車なんか。こら、クソガキ、そんなとこで遊んでたら車の邪魔だろうか。ごめんなさい。って、お前は。登下校中の子供に必要にクラクション鳴らしてくるイチャモンおじさん。肩パッドおじさんだ。誰が髪型肩パッドだ、クソガキ。モンジローさんね。このおじさんは何かとイチャモンつけてくるちょっと困ったおじさんだ。他にもこのおじさんとの話はあるから、そっちも見てみてね。まったく失礼なガキどもだ。わしは仕事で忙しいんだ。さっさとそこをどかんかい。なんだよその言い方。俺も悪かったけど、そもそもここは通学路で、今は俺たち子供の登校する時間だぞ。だね。車はゆっくりじゃないと通っちゃいけないはずですけど。そんなもん知るか。大企業の部長で偉いわしが急いどるんだ。ほらさっさとどけ。まあヒロ、あんまり関わらない方がいいよ。道で遊んでた僕たちにも火があるし、ほら橋によって先に行ってもらおう。ふん、メガネのガキは少しは物分かりがいいみたいだな。そういうことだから先に行かせてもらうぞ。おじさん行っちゃった。あーくそー、いつもいつも腹立つおっさんだぜ。まあ気にしないで学校へ行こう。またクラクション？なんだろう、もうどいただろう。ヒロ、今度は僕たちじゃないみたい。前の方から聞こえてきたよ。おい邪魔だ、どけ。あいつ低学年の子にも。許せねえ、俺ちょっと行ってくる。あ、ヒロ、ちょっとクラクション鳴らして注意しただけで何を泣いておるんだ。まったく、泣いとらんでさっさとどけ。おいおっさん。なんだまたお前か。小さい子を泣かしてんじゃねえ。プーペープーペークラクションがうるせえよ。ここは通学路なんだし、狭い道なんだから、おっさんが他の道を使えばいいじゃねえか。やかましい。ここはわしの会社への近道なんだ。遠回りして会社に遅刻でもしたらどうする。わしは大企業の部長だぞ。遅刻で会社に迷惑をかけたらお前らが責任取れるのか。知らねえよ。おっさんがギリギリに家を出るのが悪いんだろ。ちょっとヒロ、こんなところで喧嘩しないで。だってこのおっさんがよ。ね、生意気なクソガキめ。あ、まずい、本当に遅刻しそうだわい。どけガキども。なんなんだよあいつ、ムカつくぜ。肩パッドおじさん厳しい。この様子じゃまた会社に遅刻しそうになったら同じことしそうだね。でも通学路を変えるわけにはいかないし。ああもういっそあのムカつくおっさんだけ通れなかったらな。モンジローさんだけね。それは無理なんじゃ。あ、でもモンジローさんが通れないようにはできるかも。まずい、また遅刻しそうだわい。あのガキどものいる近道使うかって。ん、あれ、この辺りに道があったはずだが、おかしいな。どういうことだ、道がないではないか。おかしい、確かこの辺にあったはずだが。ん、あれは壁がずれて道が見えとるではないか。合言葉は先っぽお味噌汁リコーダー。入っていいよ。はい。ねえ、そういうことか。合言葉を使うと開く壁になっとるんだな。こんなことする奴らといえば。へへー、うまくいってるみたいだな。ねえ、合言葉を知らないと通れない道にしちゃって、子供とこの辺に住んでる人以外は通れないようにしたからね。モンジローさんみたいな知らない人からしたら道がないように見えちゃうはずさ。さすが葵、天才かよ。まあ壁はただのハリボテなんだけどね。やっぱりお前らの仕業だったか。げっ、おっさん、どうやって入ってきたんだよ。あんなもんよく見りゃわかるわい。まったくくだらん仕掛けを作りよって、勝手に道を塞ぐなんて許さんぞ。今すぐ撤去せんと学校に言いつけてやるからな。だっておっさんの迷惑運転で子供たちが怖がってんだから仕方ないだろ。何を言うか、ガキどもがふらふら道を歩いとるのが悪いんだろう。わしが注意してやってるんだから、むしろ感謝してほしいくらいだわい。交通マナーを教えてやっとるんだぞ。マナー？クラクション鳴らしまくる方がマナー違反だろ。ふん、免許も持ってないガキどもが大人の言うことに従っとれ。わしゃ急いどる、どけガキども。行っちゃった、嫌な感じの大人だ。ちょっと茂雄先生にも似てるかも。このままじゃ拉致が開かねえ。交通マナーがどうとか言ってたけど、あんなおっさんに教わるマナーなんかねえよ。逆に俺たちが教えてやりたいくらいだぜ。そうじゃん、教えりゃいいんだ。トコタン、交通マナーロボ、マナーを教えてくれるロボ作れるか。さすがのトコタンでもそんなロボすぐには。作った。天才でーん。マナーしっかり守りよくん1号、交通マナーを教えてくれるロボだよ。さすがトコタン。よし、これをあの道に置いておけば。マナーチェック、マナーチェック。歩道のない道では危ないですので、道の右側を歩いてください。はい。すげー、
これならあのおっさん来ても安心だな。だね。それどころかみんなの今後の安全にも役立ちそう。トコタンが作った。さすがトコタンだぜ。噂をすればおっさんの車が来たぞ。また遅刻しそうだわい。ガキどもがうようよしてる道を使うしか。お、なんだ、今日は綺麗に道の端を歩いてるじゃないか。そうそう、そうやって忙しい大人に道を譲ればいいんだ。マナー違反、マナー違反。なんだ。ここはスクールゾーンです。通学中の子供たちに迷惑にならないようにゆっくり運転してください。何、わしがマナー違反だと？どけ。マナー違反、マナー違反。危険な場合以外のむやみなクラクションの使用は道路交通法で禁止されています。マナー違反です。うるさい、お前が立ちふさがってくるのが悪いんだろうが。車を降りてください。こら、何をする。交通マナー講習を実行します。おっさんの方が違反してんじゃねえか。くそ、おい、お前ら、これお前らのロボットだろ。なんとかせい。まったく、毎回わしの邪魔をしよって。もう我慢ならん。わしは絶対にこの道を使い続けるからな。わしが正しいんだわい。ガキどもは黙って道をどいてればいいんだ。あぶね。危ない肩パッドおじさん。なんかより怒っちゃった気が。まずいね。このままだといつか本当に事故になっちゃったりして。なんとかしてえけど、道を通れなくするのもダメだったし、マナーロボもダメだったからな。あのおじさんが怖くてもうこの通学路使いたくないよ。ごめんな、俺たちがなんとかするからな。怖くて使いたくない。そうだ、みんなちょっといい？そして、まったく、あのクソガキどもには毎回困ったもんだわい。どうせ今日もこの道におるんだろう。ほら、やっぱりな、思った通りだわい。しかも今日は道のど真ん中に突っ立っとるではないか。おい、何をボケっと突っ立っとるんだ。危ないだろうが。おい、聞いとるんか。おい、まさか虫か。クソ、舐めよって。学校に言いつけてやる。スマホ。今わし ぶつかったか。まさかそんなわけ。やってしまった。こんなつもりでは。そうだ、救急車。やめて、会社にまず連絡を。いや、警察か。どうすればいいんだわい。寝ろ。危険な運転やめろ。なんじゃ、血だらけの子供がいっぱい。やめろ。いや、これは何かの夢だ。そうだそうに違いないわい。あのクソガキを引いたのだってきっと何かの間違いであってだな。大企業の部長で偉いわしがそんなことになるわけ。なんだ、安全運転しろ。うわー、ロム。みんな、もういいぞ。やったー、勝った。おじさん、すっごい驚いてたね。面白い顔してた。みんないい演技だったぜ。うまくいったな、葵。うん、まずはヒロのマネキンを立たせておいて、モンジローさんにヒロを引いてしまったと思わせる。次にトコタンが作ったゾンビっぽくなれるマスクで子供たちみんなで驚かして、最後に引いたと思ったヒロが生き返れば、ちょっとは怖い思い出になって反省するかなってね。さすが葵、天才的な作戦だぜ。アオタンすごい。まあ、ここまで驚かれるとは思ってなかったんだけどね。とにかく俺たちの勝利だぜ。イエーイ。こうしてモンジローさんがあの道を使うことはなくなったのであった。誰か助けて、わしは大企業の。